カバンの中身チェックを。なんかもらい物の靴下なんですけど、片方なくなってから汚いです。大丈夫。本日は11往復ぐらいしたで今。日本体育大学女子軟式野球部に潜入。3月14日当選発表を予定をしております。このアクセヘベルガードのブレスレット2名様に2つ出したんですね。2つ出してます。ちなみに俺もついてます。いいな。ついてないです。はい、ついてます。すみませんみたいな。伊藤慎さんっていう、はい、左半身麻痺でアクセヘベルガードユーザー世界一の人がいるんですけど、彼から託されまして、託された。翔平 TV のファンの人にあげましょうって。応募条件が伊藤慎さんのインスタのフォロ ー、 おー、そして翔平 TV のツイッターのフォロ ー、 おー、そしてベイちゃんのはないけど、はい、熱いコメント、報道が見て熱いコメント、マティナさんの新加入についてのコメントでもいいですし、応援コメント、はい、吉川さんの応援コメントでもいいですし、はい、それで応募条件いきたいと思います。はい、11往復ぐらいしたで今。この中タイツ入ってるんですか。久々にこんな感じ。11往復したで今、ね。はい、いいよいいよ。いいですよ。グローブ、グローブ、グローブ。あ、そうですよね。そう。
本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。I'm gonna keep it.